んな数の間がつきですね。後ろから。横一文字。怪我はありませんか？どうやら間に合ったようですね。はい、お待たせして申し訳ありません。しかしおかげさまで仕上がりは完璧ですよ。キクではありません。鬼瓦凛です。ですから今の僕は鬼瓦凛です。まあ細かい話は間月を倒してからに。ではコリュさん、打ち合わせの通りよろしくお願いします。はい、お任せください。特訓の成果とくとご覧あれです。これでいいのです。コリュさん、息を合わせていきますよ。せーの。人の世にあだなす異形ども、貴様らはこの鬼瓦凛が矯正してやる。はあ。これぞ秘技アテレコですよ。さあコリュさん、次は技をいきますよ。心得ております。せーの。鹿島神殿直進影流劉備。やー。鹿島神殿直進影流霞。せーい。これでとどめですよ。せーの。鹿島神殿直進影流危険一つの太刀。ありがとうございます、コリュさん。本当に鬼瓦凛が喋っているみたいで感激しました。いえいえ、それを言うなら菊一文字もですよ。まるで鬼瓦凛が目の前にいるようでした。ならばお教えいたしましょう。隊長さんは今巷で大人気の漫画「武装少女マキャベリズム」をご存知ですか？ではどんな漫画なのかの説明から必要ですね。武装少女マキャベリズムはいわゆるバトルアクションものなのです。とある私塾が舞台で、そこは武具を携える乙女たちが治めているんです。中でも鬼瓦凛は乙女たちの頂点に立つ5人の1人。マキャベの中であの天下五剣の名をいただくほどの剣士なのですよ。この衣装や先ほどの剣技は鬼瓦凛の模倣なんです。今度漫画の新刊発売を記念してファンの集いが開かれるのですが、そこで披露しようと準備してたんです。コリュさんのアテレコも僕がお願いしました。わらわの声は鬼瓦凛のイメージにぴったりだそうで、これも芸の道の一つと思い精進してみました。はい、それで僕のコスチュームや鬼瓦凛の剣技模倣はどうでしたか？わらわのアテレコの感想も聞きたいです。様になっていましたか？ありがとうございます、主。僕も褒められて嬉しいです。それでコスチュームはいかがですか？はずく。恥ずかしがってたらレイヤーはできません。それにそう、隊長さんもやってみればいいんですよ。
やってみれば良さが分かりますから。僕を恥ずかしめておいて自分だけ逃げるおつもりですか。まあまあ菊一文字、いきなりでは主も困ってしまいますよ。なのでひとまず声真似から始めませんか。素晴らしい考えです、古竜さん。では手始めに売り工場の練習から。隊長さんも続けて言ってみてくださいね。せーの、武装少女マキャベリズム最新刊好評発売中。隊長さん、声出してなかったですよね。なるほど、ここまで来て踏ん切りがつかないとは。安心してください、もちろん胸で撃ちますから。では古竜さん、お願いします。声真似もしないわからず屋の主は、この鬼瓦凛が強制してやる。